ミレニアム駅はアメリカ合衆国入りのイシューシカゴの鉄道駅。旧称ランドルフストリート駅。シカゴダウンタウンのループ地区北東ミレニアムパークの地下に所在。州内鉄道メトラの ME 線及びサウスショアー線が乗り入れるターミナル駅である。1日の利用客は約2万人。 ランドルフストリート駅地上駅時代のサウスショアー線、ノリーバータリー駅の現在の所在地に、ランドルフストリート駅として、最初の駅舎が建設されたのは1960年代のことである。当時は、ミシガン湖の縁に位置し、市街から離れていた。イリノイセントラル鉄道の軌道は、ルーズベルトストリートから、ランドルフストリートまで湖岸に設置され、水面の上を走っていた。 その後次第に湖の埋め立てが進み、駅周辺地域も発展した。1920年代のグラントパークの大改修に伴いランドルフストリート駅も大幅に改修された。改修は1960年代と1987年にも実施されている。この間、駅施設の上に高層ビルが建設された。1987年、メトラが イリノイセントラル鉄道のエレクトリック線を買収。1990年代後半、ランドルフストリート高架橋の緊急修復工事及び、ミレニアムパーク建設工事と同時期に、ランドルフストリート駅の大規模な修復が実施された。数年に及ぶ複雑な地下工事の後、刷新されたミレニアム駅は2004年に、その一部が完成し、2007年3月に、 全体の共用が開始された。駅コンコース、自動券売機や各種店舗などがある、地下駅であり、地下1階のコンコース部分から地下2階のプラットホーム層に降りる構造になっている。青い寺沿い床のコンコースには多くの店舗が並び、また、シカゴダウンタウンの地下通路のオペドウェイとも接続している。待合室は毎日午前5時から深夜12時50分まで。 窓口は午前5時55分から深夜12時50分まで利用可能。メトラ乗り場に停車中のハイライナー電車サウスショアー線、乗り場に停車中の2階建て電車ループの東側路線から1ブロック外側という近さにあり、下のシカゴエルへの接続は良い。以下の駅で入り口のほか、上記のペドウエイトの接続がある。下バス下シカゴエルペースバスシカゴダッシュ。 ありがとうございます。